And we're back for another episode of Yakuza Zero. It's literally been like a second since I last recorded the episode, and I feel like I'm already forgetting what happened last time. I think last time, unfortunately, Tachibana died, and we had a whole emotional moment with Kiryu and Makoto, you know, just having the best of times now that Tachibana's gone after a whole bunch of suffering and things like that. So definitely, you know, a super happy episode. Nishiki helped out Kiryu, and now I guess they're together taking care of business. But after that, we switched off back to Majima, and now we're here in Kamurocho trying to find Makoto. Well, here I am in the Champion District. Any of Tachibana's guys still kicking around here? Hello. What are you? I heard that people are living in Tachibana's Fudousan. Can you tell me about Chi? You too. どこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でも、なんかやばいことになってるみたい。やばいこと？堂島組に追われてるってさ、俺も詳しくは知らないけど。そうか。大きにな。Another swing and a miss. Where the hell is she? Where are we heading now? やっぱりあんただったんだな、真島さん。町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所までつらかせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえこと言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが。あんたが組に逆らった時からだよ。シマノファミリー、オッケー。まだおったんかい。相変わらずですね、マジマさん。若い門のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用がある。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。Hello. Nice room, by the way. Ooh, what is that? That looks delish. You're getting nice and good here. You gonna share, though? What are you doing?
Majima. Oh, you were actually gonna chair. Oh, it's Mr. Eyebrows guy. Futocho Shimano, patriarch of the Shimano family, a Tojo clan subsidiary, I think that said. I just want to say, why do your eyebrows look so big in the flashback and then you look pretty normal here? I mean, they still look intense, but just not as intense as in the flashback. It might be because of the monochrome thing, I guess. Is that Sagawa? Oh, it is. Sagawa? 水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそ、カムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい、全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそれ。ムード。わかるやろ、マジマ。わしはお前以上にお前っちゅう男をよー知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一つぼは見たか。 Oh, I should have done that as Majima. 殻の一つぼは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今、東条会の鍵を握っとる。道島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画。その生き死にが殻の一粒にかかっとんだよ。もし道島総兵がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東条会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら登場会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが登場会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから橘不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。は
それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。ふん、せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。Oh, what? なるほど。愛か。What? せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる。Oh, that's fucked up. Hello? いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東条会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東条会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東条会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで。真島、風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。Oh, well, that's unfortunate. セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日、神室町でセラを見たもんだ。あ、なんだと。それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんで。そん代わり、あのお嬢ちゃん、立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや。わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。 Oh, that doesn't sound good for Nishiki, sorry. よかったな、真島ちゃん。女は殺さなくていい。登場会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから、ええ話がある言うたやろ。マジマ、ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。
負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おい、おい、てめえ待てよ、こら。なんかこいつヤバくね。バカやべって。肩ぶつけたろが、謝れっつんだよ。どうでもええ。は？好きにせえや。マジかよ。おれ上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺にもやらせろ。あらあらあら。I'm confused. What is happening right now? Moping about it won't get me anywhere. I gotta find her. I'll start with this Nishikiyama at the Kazama family office. Make him tell me where Kiryu is. Go to the Kazama family office. Okay. Things are getting interesting, I guess. Is Majima mad because he was played like a pawn, basically? Because they basically told him that they knew he wouldn't do it. But at the same time, I don't get why he got so upset by that. I mean, didn't he know he... Well, I guess I get it. I guess? I don't know. I might need an explanation for what just happened, but whatever. I think I somewhat get it right now. The Kazama family office. This Nishikiyama guy is supposed to be a regular here. I'm sure I'll have to throw down whether he's there or not. Am I ready? I probably should save, right? Oh well, whatever. He should be fine. Let's do this shit. Wait, he's actually gonna storm the Kazama office just like that? おい、待て。 Oh, we got a rookie? 誰だってめ。 Since when? 真島言うもんや。堂島組の錦山、来とるか。え？錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面や。ああ？てめえふざけてんのか？何者だこれ？錦山はおらんのか？うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。あら、消えろっつんだよ。よせ。そいつは真島だ。お前らの手には相手じゃねえ。 Oh, Kashiwagi's here. Are we about to fight him? 真島って、真島五郎ですか？3年前、島の組から消されたっていう話だったがな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺が。 Wait, are we actually doing this right now? 真島、場所を変えさせてもらうぜ。
この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。I don't want to beat him up though。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。Kashiwagi's pretty cool, I think. I don't want to beat him up. He's literally done nothing wrong. Oh, cool. We're at the rooftop? Hello? What is this? Naruto versus Sasuke now? What is this? Naruto versus Sasuke now? What is this? Naruto versus お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか？今からでも遅ない。手下呼んでもかまへんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道のサガってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞマジマ。Kazuma Family Captain Tojo Clan Osamu Kashiwagi. Cool. Honestly, throughout that whole cutscene, I was just.I'm playing as Majima right now, but it felt like I was playing as Kashiwagi. Just because Kashiwagi feels like so much a part of Kiryu's story, despite the fact that we don't see him so much. So it feels really weird, like, going against him. Especially since it feels like he hasn't done anything wrong whatsoever so far. Oh, I didn't know it said things in the menu. Kashiwagi, guy looks tougher than the captain of a third string outfit like the Kazuma family's got any right to be. This one might hurt. Okay. Oh boy. Okay. Wait, what's happening? What? Oh! I was like, what is up with the screen right now? It's because of the lights, I'm guessing. Or the sign over there, maybe. It's been a while since we had someone who's actually tough. Oh no, what is it? I hit the wrong one. I'm dead. Oh, I'm not dead. Interesting. I hit triangle when I saw the X. I don't know why. I just immediately hit triangle for no reason.That wasn't too bad. I'm sad that we messed up the quick time reaction event though. Konai Bakemon Kazama Gumi ni ottan ka? Kashiwagi-san! Ee toko ni kite ya nai ka? Nishikiyama chi yatsu doko ya?さっさと答えんとこいつの左目えぐるで俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さすな。
って店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか？ええ。誰だあんた？真島いうもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠という女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた？ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場会に復帰したってことですか、真島さん？まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ？あの子を守るためって言うたら信じてくれるか？何？お前の兄弟分はどこや？牧村誠どこに隠しとる？Oh no. Oh. 錦山くん。お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたもわかっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。 Oh lord. Please don't tell me we're actually gonna kill Nishiki. Dojima found me Tojo Clan Akira Nishikiyama. Oh, what is this music? Hello.Let's just get this started real quick. Sorry, Nishiki. What is this music? Are we at a rave party right now or something? Why are we fighting? Oh, okay, cool. Actually, we never seen Nishiki fight like this. Be nice if we could actually see how he fights. But I think I might finish him off pretty quickly, unfortunately.Anyway, as I was saying, why are we still fighting in the building? And what were you thinking, Nishiki? You were gonna pull out a gun inside the building? Don't you think you're giving her enough trouble as it is?
His fighting style is kind of interesting, if I'm being honest. Kind of want to see more of it. Okay, so he has a strong punch, like a kick combo, an uppercut. It kind of looks like Kiryu's brawler style, but slightly faster, I think, maybe? Oh, he also has a grab? Okay, that's interesting. Since we're probably never gonna get another chance to fight Nishiki, I might as well take a look at his moveset real quick. But it doesn't seem like he has too many unique things. I guess let's finish this off. Sorry, Nishiki. He's actually pretty cool, because he can... Unlike other characters, I think he can actually strike back whenever Majima's still hitting him. He has like that, I don't know what it's called, but, you know, where they can withstand attacks without getting like knocked back. Wait, oh. Oh no. Oh no. Oh my god. Don't kill him, Majima, please don't kill him. Let me heal just in case, because I don't want to restart this whole thing. Circle! Wait! Oh! Hitting the bottle. Cool. What? Square! Oh no! No! I should have let him take it! No, that was a mistake! No! Aww, you should have let him take the bottle. Why did I do that? Can you do it again? Come on. Aww. Well, at least we got to break the bottle in. Don't die on me, Nishiki. キリュウはどこや?待って。あなたが探してるのは牧村誠でしょ?ん?よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もうキリュウさんの元にもいない。ウェイ、ワット?何やと?どういうこっちゃ? 錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て。なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか? 立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと? 2人は中国残留孤児の2世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方も、ずっと兄貴を探していたらしい。 彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺もキリュウも、かける言葉がなかった。気がついた時には、あの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。 最後に女見たはどこや?西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後に、あの子は消えた。そしたら、今頃街を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子は、ヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっき、あの子を守るために探してるって言ったな。 あれ本当なのか? ああ。だったら、
あんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。She's somewhere here in town. If I don't find her soon, she'll get snatched again. Okay. Things are getting interesting. But where the heck would she go? I mean, should I even try to go to West Park? I guess I might as well. Maybe I'll find her there. Wait, am I where I think I am? Kara no Hitotsubo wa Shichifuku Dori to Taihei Dori ni hasamareta ittai ni aru.橋切れの土地や。Should be just up here. Wait, I just came here because I wanted to see if anything interesting would happen. Gosh darn it! How did I trigger this story on accident? I was supposed to go to West Park and see if I could get any clues there. I think. Well, that was what I was planning to do, but...Oh no. Well, I might as well continue at this point. I got nothing better to do. Oh wait, never mind. I'm just forced into it. Cool.I was gonna go save or something, but I guess that ain't happening. Makoto, nan yaro? Sonai na toko de nani shiteru yo, omae? Makoto?あなたにはまた会えると思ってた。She can see again? お前、見えとるんか?Oh, okay, cool.Chapter 15, Scattered Light, completion bonus of 100 million yen earned. We're really never gonna get a billion yen as a completion bonus. That's unfortunate. Her blindness was based on trauma, right? I wonder how recovery for that actually works.Climax battles items opened. Okay. Chapter 16, Proof of Love. Oh no. What's gonna happen right now? Majima, what are you doing? Omae, mie torun ka? Nan toka machi o arukeru teido ni wa ne.あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの殻の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのは
ひどい拷問を受けて殺されたこと、堂島組のヤクザたちが兄を、あんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。 Oh my gosh。 10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。I was not expecting Makoto of all characters could go off the deep end like this. That's insane. Poor Makoto. お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト。ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。She claims she's fine on her own, but her eyes are telling a different story. Better take it slow for her. よし、行くで。Can I leave her here for a bit? Oh, wait. Oh, I can't even run. Okay, guess we're doing this now. Why are we going so slow, though? Come on.Aww. Oh no. Okay, fine. I get why we're going slow, but still. this is gonna take forever. Hajimoto, 気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。よう、そんなんで街中歩けたな。怪我してへんか。大丈夫だから。しかし。寒いな。こら、雪でも降るんちゃうか。 50% だって。え？雪の確率、天気予報で言ってた。そっか、道理で寒いわけや。さあ、降られる前に早行こうか。うん。よかったじゃん。あ、たこ焼きの匂い。Yeah.
っちゃ。どうかしたの？あのよ、たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私、さっき屋台を見かけたか。屋台って、たこ焼きんか？多分、匂いがそんな感じだったから。どこで見たいの？なんか、広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら、劇場前広場やろうか。ほな、そっちに行ってみようか。ありがとう。ん？走らないでくれて。なあ、気にすんなや。ただちょっと走り疲れただけや。せやからちゃんとはぐれんでついてきや。うん。Every time she trips, I want to help her get up, but I can't do anything. That's so unfortunate.どうか、ほな探してみるか。ねえ、やっぱりたこ焼きなんていいって。私一人で平気だから。時間かかってすまへんな。せやけど、まずはたこ焼き食ってからで。約束してよ。Okay, we finally made it.気付けや。二つくれや。はいよ。Oh, what is this? Hello. はよしてや。はいはい。Aw, that's adorable. This music is nice too. うるさい。いい人じゃない、ね。Aw, it's so adorable. ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。Aw. 私なんかのために大変な目にあっても、まだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら、今頃もう私は。美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。I have a terrible feeling that Makoto's gonna die somehow. ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。なあ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気ないんや、お前。教えない。アホなマネはよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんの。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。
もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。I feel like that's not a good idea, Majima. すぐ戻ってくるわ。ちょ、待っとけ。Hmm. She's definitely about to get kidnapped or something. さっき食ったばかりやろ。ほんまにたこ焼き好きやな。うん。今買うてくるから待っとるんやで。うん。ありがとう。Oh, I can still go back to Osaka. Okay. Sorry, Makoto. Hold tight for a bit. I want to see if I can get, give Mr. Moneybags more cash or whatever.Oh my god, I can. Yes, finally. Oh, dang it. I don't reckon you should put up any more cash. I'm looking to get a cash injection. Now that I think about it, I never actually... I don't think I've ever actually gotten the cash injection, have I? Okay, right now we can offer you... Minus the commission that comes... Oh, that's... Oh, no, that's just a billion yen. Okay. I guess I have been picking it up and just forgetting about it.Okay, whatever. Well, thanks for the money. Back to Makoto we go. Hi, old lady. Hello there. You're the gentleman from before. That was some damn fine takoyaki. I'll take one more. Is that so? Aren't you the sweetest? You take just as many as you like, honey. On the house. Aww. For real? Well, the same. Just one right now. And you bet I'll be back to buy more another day. Thanks, lady.Anytime, dear. Got piping hot takoyaki. Alright, got some hot takoyaki. Now to get it back to the children's park before it gets cold. And back to Makoto we go. You already know she's gonna be gone by the time we get there. No questions asked. Look at that, she's no longer there.ちゃん、あ、たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。Wait.Did we never tell her our name? I was pretty sure we gave it to her, didn't we? Makoto って名乗ってたけど、伝言の相手、あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時、空の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたら、あんたにはわかるって言ってたけど。明日5時、屋上。伝言のお礼は、あんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。ごちそうさん。It's about time to go meet Makoto. Who knows why she gave me the slip last night, but she wouldn't do this without some sort of plan. I ain't about to leave her by herself. Regardless, she wants me there. I'll be there. What's happening with Kiryu right now? It's been a while since we've seen him, hasn't it? Back to the empty lot? Okay, let me save real quick just in case. The game is supposed to end on chapter 17, so how is everything supposed to wrap up into a nice little bow right now? You already know somebody's gonna die, but the question is, how? And who exactly? Makoto should be waiting up there. Whatever comes next is a problem I gotta solve when I get to it. Okay, let's go. No time to stand here thinking.
どこほっつき歩いとんねん、まこと。Oh lord, she's dead. She's gonna come out that door all bloody or dead or something. Oh, whom's the fuck? どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組？うちの雇った鬼人会、てめえのおかげで散々下手打ってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。Wait, so they killed all of Nishitani's clan? 手間かけさせやがって、いい加減目障りだぜ。誠はどないした？あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。 Wait, really? 何やと？あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか？振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや。Shibusawa family. All right. Okay, that was easy enough. その前にお前には死んでもらうけどな。はよいや！六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。Gotta get to the Sebastian building now. No telling what she's planning to pull. Go to the Sebastian building. Okay. Wait. Why are there. Oh. Okay, so I gotta go on taxi. Alright. The taxi fare starts at 4 Sony. Where would you like to go? Sebastian building. Very well, sir.Okay. Nice and fancy. Oh, the whole gang is here. Purple guy, Chibusawa, and Kuze. Oh, and the big bad guy himself. Sohei Dojima, I think, right? Oh, and the assassin guy, whose name I forgot. Makimura Makoto-san wo.お連れしました。よくやった渋沢。次期若頭これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、殻の一坪の件で
俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただしこれまで空の一壺に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。Oh my god。 立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが空の一つをお譲りする条件です。 Wild insane Makoto out here striking deals。 I feel like they're not gonna agree to that. They're probably gonna kill her or something.But still, insane. Hey, 誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。マジマ。Where is Shimano during all of this? 渋沢組が始末したんじゃねえのか。マジマ、止まれこれ。うっさいわボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。さっさとどかんかい、ボケが。 And where the heck is Kiryu during all this? Dojima family, alright. Oh, that's a lot of people.Okay, that was easy. Oh no. They're about to kill her. I just saw the sniper guy. We really can't have nice things here, can we? Makoto. Really?They just get to dip out like that. What is he looking at? Hello? Okay. Shirtless again for no reason.Dojima family, okay. Let's be a bit fair. Oops, that was an accident.
The Matag of Shimano style really wasn't made for this type of situation, but I'm out here trying to be extra. I should really switch back to the Breaker style. You know what? I wanted to try and be cool. Oh wait, oh yeah, I forgot. I gotta hit square. There you go. I wanted to try and keep things cool, but nope. We're gonna keep things goofy around here. Time to breakdance on you old fools. Oh, what's happening now? Oh, it's just a big guy. Okay, is that supposed to scare me? I mean, he doesn't even have two health bars. He just has one single health bar. This is really not that scary for me. Easy enough. What's next? Is that Kiryu? No, that's an old man. Who is this? Oi. Ore ga wakaran no ka? Enji se ya. Makoto. Gomen nasai. Makoto. Watashi dake ja nani mo dekinakatta. あなたに迷惑。もう喋らんで。お願い。聞いて。あなたの手下の首を三つ、私の前に並べてください。堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと。俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ、あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。
権利関係調べ上げたが、ようやくその裏が取れた。女子供だろうが、ヤクザを舐めちゃいけねえな。私は本当にバカだって世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ、やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。マジマ、セラ、What？ 何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、声聞こえるか。死んだ、死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから。せやから頼む。Chapter 16, Proof of Love, Lamb in the Lion's Den. Oh, come on. Stop it with the trophy names. Literally, why? I'll take the 100 million yen, thank you. You can give me more though, you know. Previously, why is the music sad? Oh yeah, Tachibana died. Sorry, I just completely forgot. Dōjima gumi ga dokusen wo nerau kyōdai na riken. Kamurocho saikaihatsu keikaku. Oh yeah, also Oda died. Kagi o migiru kara no hitotsubo no shoyusha, Makimura Makoto wa Tachibana no ikiwakare no imōto datta.極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を向く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていた。しかし、カムロ町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。Finale, black and white. Ooh, hello. We made it to the finale.
after what feels like 100 years. But I have to end off this episode. No! ったんか。手術はどないやった。失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。イエーイ。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。 Well, at least she's not dead, right? という状況よ、セラさん。セラ、真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば、間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある、うん、これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り。Is he gonna kill the Dojima family? I'm gonna kill the Dojima family. Who is this doctor? She looks like a... like she would be an important character, but this is the first time we've seen her. I feel like we might have a telephone card of hers. The same night, Dojima family office. ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。橘不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ああ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。We never actually fought Chibusawa now that I think about it.
ここにいたのか、桐生、錦、牧村誠。まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ、桐生、お前、真島五郎って男、Hello. 知ってるか？名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのか、お前？はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか？ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。X702940. That's not a number I know. Guess I'll have to call back and see who it is. 知らねえ番号だ。誰からだ？ Who'd be calling me now? It could be a trap, but I can't afford to sit here watching the clock tick. If it's got anything to do with where Makoto is, I'll take the chance. First, I need to find out who it's from. Time to find a payphone. Dang it! I wanted to save and end off the episode. Why is this my life right now? Why can't I just end off the episode? Because I'm running out of recording time. So, oh wait, I can go to Mr. Moneybags. Sorry, guys. Hold up a sec, everyone. I gotta go. Wait. This is the end of Mr. Moneybags thing. I can't do it. Because it'll probably take up like a whole couple minutes. Dang it, you guys stopped getting in my way. You guys got so annoying real quick in this game. Like, I can't go anywhere without you guys interrupting me. Thank God you're easy to beat up at least. But you still take me. You take a while to beat up. Although you're easy to beat. I know I have equipment to avoid enemies or whatever, but I just can't be bothered to change my gear right now. That's so much effort. And I'm probably gonna forget to put back on my good gear if I do that. So instead, I'm just gonna beat him up. Actually, I could also use cash confetti, but I don't feel like wasting money right now. Okay. Let's try and save. Although I know I can't. Come on. Please. Please let me avoid story. Somebody rang my pager. Not sure who it's from, but I should call them back. Ugh. You're the worst. Oh, it's Sarah. Hello. そっちは？日教連のセラだ。セラさん？あなただったんですか？立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今、アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか？何の話です？会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。I guess Sarah's seen Kamurocho too. Need to meet him in Little Asia. Okay. You're gonna have to hold up a second, Sarah. Oh, hello, Mr. Shakedown. Cool of you to just spawn in like that. sorry, Sarah, but you're gonna have to wait a bit because I have to end up the episode. Because unfortunately, I am out of recording time. Although I would love to record the last episode right now, right here and now. But unfortunately, I cannot. I hope you guys enjoyed the episode because I certainly did.Had a lot of cute moments with Makoto, and probably, you know, the worst moment ever watching her get shot like that. Hopefully she actually survives to the end. I have a feeling like she might,
But I also have a feeling like she might forget Majima or something, or I don't know. Something bad's gonna happen to her that doesn't necessarily mean death for her. We're leaving off on a very climactic moment right now. Things are really about to heat up, I'm guessing. But I guess look forward to next episode when we'll finally find out the ending of the story. We'll finally see how Kiryu and Majima become legends. I'm guessing by killing everyone in the Dojima family. I'm not gonna lie, that is kind of what I'm hoping for to actually happen, because, well, I do love Kuze though. I also love Purple Guy. I don't really want them to die. Okay, never mind. I don't know what's happening next episode. Just look forward to next episode. Things are heating up. Things are gonna be exciting. I'll see you next time. Bye.